めいめいひまりの G1A 解説始まるよ。皆さんこんにちは、めいめいひまりです。現在とある G1A をプレイしているのですが、まだまだ終わりそうにないので再編集版の動画となります。今回紹介するのはこちら、機動戦士ガンダムトイ戦士です。それではプレイしていきましょう。クイズ、機動戦士ガンダムトイ戦士。クイズの種類を選んでください。とりあえずアーケードやってみましょうか。第一戦闘配備、パイロットはモビルスーツで切り急げ。この中だったらウラキが一番好きなので、今回はウラキでいきます。おむつ持参でお供します。ジオンの拠点を攻略し、進路を開け。頑張ってね。とりあえずクイズに答えて最後の面まで行くのが目的ですね。多分はバオは空までなのかな。真相を確かめるべくザクをサイドセブンに向かわせた。ガンダム大地に立つ。左に問題の解説を載せておきます。さすがに余裕ですね。ジオンの拠点を攻略し、頑張ってね。ザクの攻撃を退け、傷つきながらもサイドセブンを脱出するホワイトベースを待ち受けていたシャアは、赤い彗星の本領を発揮し奇襲を仕掛ける。ガンダム破壊命令。頑張ってね。見せてもらおうか、連邦軍のモビルスーツの性能とやらを。問題。初代は巡り合い空しか見たことないので知りませんでした。連邦軍のモビルスーツは受け物か。問題。問題。問題。なんということだ、あのモビルスーツは戦艦並みのビーム砲を持っているのか。火力が違いすぎる。危ない危ない。よくやった。素晴らしい戦果だ。三階級って現実だったらとんでもないですね。キトニアーナリいきなりクイズ仕掛けるクイズ教。二人だけの戦争。急ぎましょう。こうしている間にもエアを消費していく。とにかくこの船に残っているクイズに答えて私たちの位置を知らせないと。問題です。見てますよ。何？問題です。マジで勘です。問題です。問題です。
私が聞いていた連邦軍のイメージとずいぶん違う。うれ。作戦中域を選択し、確保、敵を撃破せよ。大気圏突入。敵もモビルスーツを発進させたようだ。ドレン、援護しろ。我々は二手に分かれて攻撃を開始する。問題。画像フルへの捕食ですね。一緒に導いてくれ。問題。問題。それが間違ってたのか。そう、スキューレは知ってたのに。エンドレスワルツも見たんだけどな。本当にモビルスーツは化け物か。問題。攻撃のモビルスーツは化け物か。問題。スペアがなくなると。クラウン、ドレンのカプセルに戻れ。クラウン、クラウン、聞こえないのか。よくやった。貴様にその機体を預けることはできん。乗り換えだ。マドロックとフルアーマーですか。マドロックの方が好きなのでこっちにしましょう。悲しき理解者という称号がつきました。あまり嬉しくないですね。信頼への限界時間。落とされるのも時間の問題だな。マサド、撤退だ。俺は時間を稼ぐ。問題。問題。問題。画像遊びが過ぎたよ。水中戦ができるやつがいたとはな。よくやった。ジャブローから新しい機体が届いた。何でしょうかね。アレックスと試作1号機でした。これだったら回し作1号機ですかね。灼熱のアッザムリーダー。あ、キシリアさん、必ず。問題か。ジーンとデニムですね。ジージェネで会ったので覚えてます。問題だ。セリフは聞いたことがあるのですが、場所まではわからないの。こいつ。問題だ。ジャイアント・バズのドミノ武器じゃなかったかな。問題だ。マサキ、さすがに男でしょう。間違うわけない。ママ諦めないで。
やられてしまいました。 G1 の問題一問もでなかった。アーケードはこのあたりにして、次は問い戦士モードを紹介します。問い戦士モードは自分の好きなガンダムシリーズの問題のみ出てきます。素晴らしい。もちろん私がプレイするのは、早速スタートです。皆さんも一緒に考えてみてくださいね。問題です。うかつなやつめ。わかるかしら。うかつなやつめ。 NMA なのでレオンマレーシアのスカルガンダムですね。本当はサイ、ロイパイのはずなんですが、マーパイロンと書いてある資料もあるのでいいでしょう。出てくるからやられるんだ。わかるかしら。うかつなやつめ。わかるかしら。これたまに投稿者でも迷うぐらい難しい問題出るんですよね。問題です。出てくるからやられるんだ。わかるかしら。出てくるからやられるんだ。問題です。出てくるからやられるんだ。ここちょっと焦りましたが、消去法でいけましたね。出てくるからやられるんだ。わかるかしら。出てくるからやられるんだ。わかるかしら。うかつなやつめ。わかるかしら。出てくるからやられるんだ。わかるかしら。うかつなやつめ。わかるかしら。これ B クラブのガンダムファイターインタビューからですね。すごいマニアックです。セシルですね。似たような問題が多いのが欠点です。そこ。わかるかしら。またピネだ。わかるかしら。不評をお任せください。点々と。そこだ。問題です。そこ。わかるかしら。そこだ。わかるかしら。そこ。問題です。そこ。わかるかしら。そこ。わかるかしら。そこ。わかるかしら。そこ。問題です。そこ。問題です。そこ。問題です。そこ。わかるかしら。そこだ。危ない危ない。ドランブって書いてある資料もあるんですよね。そこ。問題です。そこ。問題です。そこだ。わかるかしら。やばい、なんだっけな。そこだ。あっぷね。わかるかしら。そこ。わかるかしら。逃がすものか。わかるかしら。
逃がすものか。わかるかしら。うわあ！問題です。うわあ！問題です。正しくはダハールのハマンドですね。逃がすものか。問題です。血液型も出てくるんですね。問題です。魔人じゃなくて正しくは魔人ですね。逃がすものか。問題です。うわー。問題です。うわー。問題です。逃がすものか。わかるかしら。逃がすものか。問題です。逃がすものか。設定資料からの問題ですね。去年33歳のインパクトが強くて覚えてました。うわー。問題です。逃がすものか。わかるかしら。逃がすものか。ま、途中ヒヤッとはしましたが、ざっとこんなもんです。それではまとめに入ります。遊んだ感想ですが、面白かったです。設定資料からの出題もあるんで、マニアの方にもおすすめできますね。ガンダム好きで集まったら盛り上がること間違いなし。収録シリーズは初代からガンダムシードデスティニーまでです。それでは、これで動画を終わります。チャンネル登録と高評価、お願いします。バイバーイ。このチャンネルは、機動武闘伝 G ガンダムを応援しています。